皆さんこんにちは、アークではお久しぶりのカンタです。いやー、本当に動画としてこうやって上げるの久しぶりなんじゃないでしょうか。もうね、全然上げてないので、とりあえず雑談動画でもいいからちょっと上げてみよっかなみたいな、そんな軽い気持ちで本日やってまいりました。とりあえずお腹が空いて仕方がない状態なので、ベリーを食べさせていただきます。こうやってね、こう動画を作ってる最中にお食事をしてしまう、そんなこう武骨者というか粗骨者というか、そんなスタイルからの動画のスタートで非常に申し訳なく思います。はい、とりあえず食っていこう。むしゃむしゃとね、お腹が空いては戦はできぬ、狩りもできねば恐竜も狩れないということでね、まあこのように食べていきましょう。まあ自分のお腹は膨れたところで、次は恐竜たちのご飯を用意してあげましょう。彼らもお腹すぐすくからね。ほら、もうすごい勢いでむさぼり食ってるよ。いやー、すまないね、餌が遅れてね。で、次は肉をちょっと用意しなければなりませぬ。やっぱね、肉食動物の子はね、結構たくさんいるんだよね、ここ、うちの子たちね、肉食系の恐竜が。いやー、世の日本人男性も見習わねばなるまいね。お、うちの骨ブロントがね、なんかこう卵産んだね。でっけえ卵だな。骨の体でよくこんな卵を産めましたね。なんていうか、もうもはや恐竜というかクリーチャーというかっていう感じですが、まあそれを言ってしまえばこのうんこもそうなんだけどね。いやー、お腹の中からね、このあ、そうそう、この子のこと何も紹介してなかったね。ね、うちの正月に新しく来てくれた子です。ハッピーニューイヤーっていうメモと共に来てくれたんだよ。今持ってるかな？あ、持ってる。これ。ウィッシングユアハッピーニューイヤーってね、どなたからの贈り物なんでしょうか、本当に。このね、サンタ帽子と共にね、見えないな、これ。このサンタ帽子と共にね、うちに来てくれました。オプンティア君、スピノサウルスです。いやー、ようこそおいでくださいました。で、前回の動画で言っていた、これ、プラットフォーム付きサドル。もう覚えてる方いるかな？もう前回の動画上げたのいつだ？で、このさっきのプラットフォーム付きのサドルをこの子につけますって言ってたんだね、前回の動画で。で、この子の上に建物を作れたらいいなって、そんな感じのことを言ってたと思いますが、今回はしません。次回やりますって言ったのにね。これが嘘をつく大人の見本です。みんな真似しちゃダメだよ。みんなは一度言ったことはね、しっかりとね、守らなければね、こう契約不履行とかで訴えられちゃうからね、その辺非常にお気をつけください。約束は守ろうっていう話です。でね、じゃあ今日は何をするんだっていう話なんですが、まあね、気づかないうちにね、アップデートでいろんな恐竜が増えてるんですよ。なので、その恐竜を見つけに行けたらなっていう感じで、ちょっとね、ちょっと待って、誰ですかあなた。あらあらあら、うちの近くにこんな拠点がね、できてるね。これあれだね、船じゃなくて、あ、違う違う、家じゃなくて船だね。あらー、あらあら、なんかかっこいいな、これ。土が透けてるのかな、これ。こんな風にさ、植物ターレット置けるんだね。なんかこう、植物ターレットの周りに木の枠が浮いてるみたいで、ちょっとかっこいいね。いやー、素晴らしい。まあ、こんな感じでね、見知らぬ恐竜や見知らぬ建物なんかが結構たくさんあるんじゃないかということでね、この子で肉を集めながらちょっと探ってみるかと、ちょっと俺、旅に行こうかなという感じで来ております。いや、ノックバック相変わらずすごいな。すごく後ろに押し戻される。レベル16だからといって侮っていってはやられてしまうかもしれないな。さあ、行くぞ。気を緩めずにね、しっかりと警戒心を強く持ちながら、諸国漫遊していきましょうや。ゴリラくんは前から言うけど、なんかさ、よりゴリラっぽくなってる気がする。テクスチャとかも結構変化あったのかな。てか敵対してこないね。あ、間に入れ、いや、よくもやったな、この野郎。おら、この野郎、陸の王者が誰だかということを教えてやろうじゃないか。ああ、その殴り方痛いな。いや、やはりな、あれだな、世界最大の霊長類と言われるだけのことはある。最大の霊長類だっけ。いやー、血まみれになりながらも向かってくるその勇ましき姿、人類としてね、同じ霊長類として称えたくはあるが、しかしこんなところに命摘み取られるわけにはいかんのだよ。肉をいただく。
うちの子たちの餌となってもらおうか。あらー、ボッコボコにされてるね。これ完全にこの子にボコボコにされたんだろうね。ちょっとだけ傷ついてるから。さすがのアンキロサウルスさんですよ。多勢に無勢という言葉はあの戦士には通用しないんでしょう。まあ、とりあえずこの残骸をむしゃむしゃ食っとこうかな。あの子草食動物だから肉食わないんだ。まったくより好みはいけませんな。やっぱりね、人間好き嫌いなくいろんなものを食べてこそ、こう健康というものは守られるというものなんですよ。ほら、あら結構これ肉食系恐竜としてはさ、結構なレベルのカルノさんが亀2匹には太刀打ちできなかったみたいだね。あらららら、らいただきます。この辺は草食動物の天下なのかな。草食動物っていうか草食恐竜ね。新しい子たちには全然出会えないけど、こう既存の恐竜たちの強さをね、改めて実感できて僕は嬉しいよ。この子はまあいつも通りだね。いつも通りのウリマキトカゲ風恐竜ギロフォサウルス。こうね、仲間意識が強いから、やっぱね、一人やられるとすぐにこう向かってきてくれるんだよね。仲間とは核あるべし、そういう姿を思い知らされます。よいしょ、むしゃ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 させていただきます。これ、あ、いた、え、こいつ立ち向かってくんの。チョコボちゃん、完全にチョコボちゃんこいつ。あらー、殺しちゃったけどチョコボいたね。あいつテームしたい。あいつを本当にテームしてみたいんだよね。この辺にいるのか覚えとこう。新たな家族として迎え入れたいね。いて、立ち向かってくれた。貴様も我が恐竜たちの餌にしてやろう。君の血と肉で我が恐竜たちはまたさらに一つ強くなっていくだろう。懐かしいなぁ。ここ超巨大建造物のあったところなんだよね。僕の昔の動画の方を見てもらったらわかると思うんですけれども、めちゃめちゃすごい拠点がこの先にあったんだよね。ただ、いつ頃だったかなぁ。なんかね、ワイプとか別にないはずなのに、ある一時期を境にね、ぱったり、たっぱり、ここにいた大量の恐竜たちがね、根こそぎいなくなるっていう事件があったんだ。あれはひどかったね。おそらくサーバーが重くなりすぎたがゆえに、運営さんによって消されてしまったんだろうなっていうお話ですね。実際のところはわかんないんだけどね。よいしょ。何これ。何これ、ガラスケース、ガラスケースっていうか農園。え、マジでこれ入ったんだ。これさ、昔ちょっと前ぐらいからモッドではあったと思うんだよ。モッドで追加で入れれるみたいな。けどここ公式サーバーだからそんなの入らないなと思って見てたんだけど、いや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 、どうやら作れるようになってるみたいですね。すごいな、アーク本当に進化が止まらないな。っていうことは、これからもモッドとかで導入されてたようなやつが公式で採用されて入ってくっていうことがありえるんじゃないでしょうか。素晴らしい。お、植物ターレットが、ラプトルを飼ってるね。しかしここは相変わらず恐竜たちの楽園みたいになってるね。いただきます。お、またいましたよこれ、チョコボくん。いや、ほんとさ、どっからどう見てもチョコボだよねこいつ。で、結構攻撃的だからテームもしやすそうだね。こう攻撃的っていうことはさ、逃げないからある程度のところまでね、こうやってついてきてくれるんですよ、こういう攻撃的な恐竜は。だからこんな感じで拠点の方まで引っ張ってきて安全なところに連れていけばテームしやすいんじゃないかな。っていうか、あれまた新しい恐竜じゃん。ちょっと足めっちゃ速いやつじゃない、首が長い。いやー、あー、欲しい、待て、おら、この野郎、逃げるんじゃねえ、この野郎、この野郎。いや、この野郎って別に怒ってるわけでも憎しみを抱いてるわけでもないんだけどね。いやー、初めて見た。あー、すげえ、何、首細っ。どこ行くの、足も細いな。アスリート体型だねこいつは。完全にオリンピックとか狙える逸材だよこれは。いやー、こいつが本気出したらさすがのうちの子も足の速さではかなわないかもしれないな。なんて書いてあるこれ、ガレミムスっていう名前なのかなこの子は。この子の肉は
どんな味がするのかな。うしゃうしゃ。あ、レベル4だったか。意外とすぐ倒せたね。ごちそうさま。このさ、この壁さ、遠目じゃ全然気づかなかったんだけどさ、近くに来てよくよく見たらさ、鉄の壁なんだよね。このアークサバイバルエボルブプレイヤーであればわかると思うんですけれども、この量の鉄の壁作るのどれだけ大変だったか。いや、どれだけ大変だったんでしょうね。え？すごすぎるよ。万里の頂上みたいになってるんだけど、何これ、どこまで伸ばしてるの。ははは。スーパープレイヤーだな。うわー、すげー、どこまで行くんこれ。なんだろうな、鉄の壁をさ、こんなに簡単に作れる方法って今あるのかな。いや、あるのかもしれないけど、それにしても、すごすぎだよこれ。化け物だな本当に、ここの拠点作ろうとしてる人。あ、入れた。あ、巻き戻されたぞ。せっかく入ったと思ったのに。ラグだなこれ完全に。まあ、でも入れるでしょ。よいしょっと、侵入完了。まあ、侵入したところでだけどな、なんだろう、自分たちだけの恐竜の楽園を築こうみたいな、そんな計画のもと打ち立てられたのかな。こんにちは、どなたかいらっしゃいますか。恐竜の楽園なんでしょうかここは。って言うほど恐竜いないな。自分の領土だっていうことを主張したかったのかもしれませんね、これは。我が領土に侵入する者を許すべからずみたいなね、そんな感じでここを作られたのかもしれません。あんまり入り込むと出られなくなっちゃうな。ここさっきのとこだね。あれすごいよね、あのガラスのやつ作れるのかな。追加されてますねこれ。これを使ってさっきのガラスケースの建物は作られたんでしょうね。で、まだいくらかね、見たことないやつたくさんありますよ。グラップリングフックとかね、ワイヤーアクションできるのかな。なんかワクワクするんだけど、これ覚えようかな。これちょっと覚えたいな。ただ40もかかるんだよね。まあいいや、今度ちょっと覚えてみよう。で、ダブルベッドもある。すごーい。これテンション上がってくるね。でもって下の方にはもっといろいろあるんだけど、レベル90とかどうやって上げるのこれ。今僕レベル73なんだけど、すでに全く上がんないからね、レベル。もうね、60後半とかからね、レベルの上がりようの遅さったらなかったよ。これ、いつ上がるんですかみたいな。そんなぐらいの遅さになってくるからね。MMORPG とか、FPS とかでもたまに見られるこの巻き戻し現象だよね、これは。巻き戻しされすぎでしょっていうぐらい繰り返してるけどね、これ。ポジションが悪いのかな、ここ。もうちょっと移動したら多分脱出できるでしょ。ちょっと酔う、こんなん。すごい時を巻き戻し続けてたよね、あの、かなり区切られた期間の間だけ。なかなか見られない現象ですね。野生のメガロドン久しぶりに見たね。ちょっと、水の中だからって王者はお前ではないということを知らしめてやりましょうか。くらえ、我がサーベルタイガーにかかれば水の中だろうと決して負けませぬのだ。亀ばっか食ってんじゃねえぞ。亀さんを助けろ。竜宮城に連れて行ってもらうんだ。おら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 。あれ、もう死んでた。むしろ最後の肉塊を食ってしまった。あー、これは竜宮城連れて行ってもらえんわ。むしろあの乙姫様とかに怒られそうな勢いだね。まあそんな久しぶりのメガロドンの肉を頂戴しつつ、そろそろ家に帰ろうかな。割と近場なんだけどね、ここは。おー、かなり血まみれになってる。あ、じゃあ代わりにこの子を助けるぞ。ほら、やらせてなるもんかよ。また肉食っちゃった。いやー、ほんとさすがに2匹も亀食べちゃったらもうダメだろうね。もう竜宮城連れてってもらえないだろうね。無念だな。さあ、お腹を空かせた可愛い子ちゃんたちにお肉をたっぷりあげましょう。おー、やはりすごい勢いで食ってくな。これ足りるかな。足りるか。はい、次々入れてくよ。おかわりはまだまだあるからね。あ、もう止まった。
意外と早かったな、意外と小食だったな、うちの子たち。食ってく速度が著しく遅れていった。もうお腹いっぱいなのかな。もうこんだけ入れときゃ大丈夫かな、まあ、他の餌箱にも詰め込んでくるか。よいしょっと、食うかな。んー、ちょびっとずつ食うね。まあこんだけ入れとけば十分ぐらいな感じだね。多分この肉はね、あのこの子たちが食ってるんだと思う。ちょっと少し離れたところに置いてあるけどね、なんとか食えるみたいだから、うん、なんとかね。どうやって食ってるのか分かんないんだけど、なんとか食えてるみたいです。暖冬台にさらされてるみたいになってるけど、あれ？っていうかさ、この子さ、こっちを向くようになってるね。え？主人の方向を見るようになったの？これもしかして、え、昔からだったかな。そんなことないと思うんだけど、すごい。移動したら移動した方向に首を向けてくる。え、そんな感じのシステムアップデートみたいなのあったん？これなんかすごく愛着湧くんだけど、より一層、より一層可愛げを覚えてしまう。いやー、よーしよ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 しってやりたくなるね、これ。いやー、可愛い子たちだわ。もう残りは全部ここに入れとこ。はい、そんなわけで本日の恐竜くんたちのお世話が終わったところで、本日のところはこの辺にでおしまいにしたいと思います。次回はどうかな。さっき言ってたプラットフォームサドルの方を作るかもしれないし、またアーク諸国漫遊機構みたいに旅立っていくかもしれないし、何をするか未定ですが、またやりたいと思いますので、よかったらまた見てください。ではではこの辺で失礼いたします。バイバーイ。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンの方からよろしくお願いいたします。他にもバカゲー実況やサバイバルゲーム実況なんかもやっていますので、よければそちらもご贔屓に。ではでは。